どうもおはようございます。ジョルです。ウィンテです。どうもおはようございます。ヌイリンです。というわけで皆さん、僕らのメンバーってすぐ事案だとかあざすとかね、そういうので済まそうっていう風潮がすごいある。この風潮誰から始まったんですか。いや別にさ、俺はなんかみんなね、俺のリスナーさんもそうやね、みんなね語彙力が足りてないの分かってる。俺それを言いたいわけですよ今日は。いやキムなんかちょっとおもろいこと言って。じゃあそれがもう語彙力がいいんですか。熱いのを触るとパッと反射的に手を引っ込めるってなるじゃないですか。あれ頑張れば反射より早く手を引っ込めるってなるありますよね。それというわけで今回はそんな皆さんの語彙力ちゃんと足りてるっていうことで、今回はこの新しいカードゲーム「語彙の王様」というねゲームを今回やっていきたいなと思います。はい、あざす。あ、言っちゃった。遊び方としては紫と水色と緑っていうね、あの3種類のカードがあるんですけども、各々ね条件みたいなのが書いてあるんですよね。で自分のターンになったらまず自分の手札から1枚カードを出します。その時に出すカードと同じ色のカードの上に重ねておきます。最後に場の条件に合ったワードを言います。この場合だったら「他行から始まる硬くて黒いもの」です。例えば「猫っぽい黒うも」みたいな。あさす。もう使ってるじゃん。もう使ってる。それはまあ4人でぐる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 回していくっていうのが主なルールですかね。その自分が言ったワードに対してみんながそれは当てはまってますねって言ったら、ナイスゴイみたいな感じで言って、もし違うな、異論ありと思ったらノットゴイ、ノッガイっていいらしいです。というわけでじゃあ早速やっていきましょう。今回はちょっと趣向を変えてシャトルボキャっていうのをやっていきたいと思います。でこれはどういうことかっていうと、シャトルランのあの音にトゥ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 に合わせて一人一ターンっていう感じでどん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 やっていくと。シャトルラン各からスタートで、種類は3色あるんですけど2色でいきます。で手札も運ゲーでこう置いて、そのままこうってこう出す感じで、色が被ってたらこっちに出すって感じでいきます。キングオブボキャブラリーレディー5位。200。鳥。201。ひよこ。同じのなしだよ。青い生き物って言いますか。イルカ。サバとか魚。ああ、じゃあ行きまーす。行きましょう。来い。マグロ。おお、いいじゃん。いいじゃん。ナイスマグロ。あ、俺引いて。みじん。みじんこ。ちょっとつまらんといて。みじんこ青くないって。青に関係するやん。だって水の中住んでるんやから。確かに。いや、それは俺別にいいと思ったよ。でもなんかみじんこって言ったから。いや、あのちょっと喉に唾が入っちゃって。ミジンコにやられた。ミジンコにやられました。お願いします。じゃあ、はい、で行きましょう。わかったね、次。107。カッパ、アキバージョン。カッパアキバージョン。あ、カッパアキバン。カッパアキバン。アキバン。簡単やん、こんな。おっぱいやん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 。はい、いこう。210。ごらんでよ、そんなにバン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 。どういうか。はい。え、ちょっと待って、ちょっと待って。葉っぱがあるだろ。あれあれあれ。はい、終わり。はい、終わり。どういうことですか。214。何も。育ったマリモ。マリモ。マリモっていうユーチューバーおるから。マリモって見てみていいか。ストーリーゾーンのマリモです。最近よく太ったって言われるんですよ。これは大きい。これは大きい。行きます。はい、はい、行きましょう。ナスビ。これカモやん。カモや。こうなったらカモやん。あ、お、ナス。おお、ナスこれ、ナスこれ。それ、それはまあ、ナスこれ。ナッパ。え？つくしのここ。じゃあ次いきますよな。232。横。ナイスゴイ。ナイスゴイ。カエル。やばい。ナイスゴイ。234。あの草。坂木原。坂木原。坂木原ってやつを持って、いつも坂木を持ってて。坂木。なら坂木でよかった。だから、それでみんなに関係するんだよ、そいつは。のとこですね。237。
あれいやもう痛てる痛てるお前さ、ゴリの王様でさ、ザッとイットをキス使わんといてじゃあ連想ゲームやりながら連想ゲームやりながらこれやるあ、ほんと連想ゲームシャトルラン5位絶対無理ですどういうあれですか、どういうあれですか。だから普通にバナナと言ったら黄色と言いつつこっちでこれは、葉巻みたいな連想シャトル5位いきましょう。5秒前これバナナと言ったら黄色ちょっと黄色ちょっと待って合ってるけこれ今合ってます合ってる5秒前はい、お願いします。2、1ナスビ、バナナと言ったらバナナと言ったら食べ頃は3日後食べ頃は3日後はいどう言ったらちょっと待ってカレー人参おおナイスゴー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 ナ僕はい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 はゆき雪雪言っておい浴衣で言って僕の友達に雪って女の子がいてそいつ夏まで夏が好きなんですよサマーねサマーが好きなんですよ確かにそれある夜食は春に食べがちバナナといったら黄色黄色といったらでもイギリスは春に雨が降るナイスゴイ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 レモンと言ったら果物春はいいねあけぼのあけぼのでもあけぼのだからダメダメいいね春はいいね果物と言ったらメロン冬もいいね冬もいいねメロンメロンと言ったらあの線がすごいめちゃめちゃ血管状に走っている秋は尊い尊いまあ四季折々いいのがあるねあるねお、梅干しといったら赤い。お、お、テンプレ。テンプレ。バック。バック。はい。テンプレ。梅干しといったら俺は風邪の時によく食べます。じゃあ赤いといったらですね。赤いといったらリンゴ。黒いリュック。はい。いけいけ。早くいけ。黒い、黒い、何でしたっけ何でしたっけリンゴ、リンゴ美味しいいけ、いけ、いけ美味しい美味しい美味しいと言ったらご飯ランドセル赤いランドセルオッケー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 いけてるいけてるご飯ご飯と言ったら甘いルクセンブルクおおおお赤いたまに赤いたまに赤いご飯なんでしたうまい甘い甘いと言ったら蜂蜜ルクセンブルク黒黒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 黒何だっけ何だっけわからんわからんハチミツハチミツや何でしたっけバナナと言ったら黄色はい黄色はい受け止ま受けたまりましたスイカスイカはいわかりました受けたまわり黄色今からか黄色と言ったらオーストラリアのカエルハッパオーストラリアのカエル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 と言ったらカエルつくしおおいいいい調子いい調子いいいいよ余裕あるよ余裕あるよ方向いいよラインはいいラインはいい虹そうだねもみじおおすばらもうちょっといいかなうんもうちょっと斜めかなリモと言ったらすぐ巻くすぐ巻くすぐ巻くまあ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 巻いちゃうねキリン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 おおいいぞいいぞいいぞキリンと言ったらまだら模様すぐ巻くすぐ巻くヘビヘビヘビこれは楽しい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 のは楽しいのはそれ違う お前これを逆にしてるよお前ははいというわけでこの5位の王様っていうね、まあ、すごい楽しいんで皆さんもよかったら、やってみてください下に概要欄に商品リンク貼ってますそれではまた次回の動画でお会いしましょうナイスゴイ
ナイスこい、ナイスこい。使った声結局俺10種類ぐらいだけど、なぜかやると語彙が狭まる方向に行くし。